おかさんオンライン証券えー、こんにちは4月の23日金曜日の株とか朝の売買シナリオでございます現時刻14時45分ですね14時45分になったとこういう時間帯でございます東京株式場あと残すところ15分弱とこういうところでございます、えー、さて本日の 午前10時ちょっと過ぎぐらいからでございますけどね、毎週金曜日出演させていただいております、ラジオ日経さんのマーケットプレスというところでございます。ぜひこちらの方は、ラジコの方でご聴取いただければというふうにしております。でまあ、この倍品で申し上げたこと、それとですね、まあ、先にちょっとこちらの方を申し上げたいと思ってますが、来週の で、見通しというんでしょうかねえ、ポイントなんですかというようなお話ありましたので、来週の為替見通し、まだちょっとこれ現行ベースでございますけども、4月の26週号、ゴールデンウィーク突入前のドル円警戒局面とお題させていただきました。 え、来週でございますけども、FOMC がございます。昭和の日の厳密には、深夜の午前3時、そして3時半に、え、パウエル FRB 議長の記者会見があるわけでございます。え、で、せだって申し上げました、カナダ中銀のサプライズのテーパリング、え、こうしたものに、まあ、マーケットが期待を寄せるのかどうかとこういうとこなんですけどもね、シカゴのフェードウォッチ、 こちらを見る限りでですすととなんまままたまた利上げ確率でございますねパウエルさんは今年年内はこのままなんだというふうにしておっしゃってますけども現在の水準12月15日の時にはなんと11.3%まで利上げするんじゃないのというような確率が増えてまいりました、えー、ただしずっとパウエルさんは否定しているわけでございますけどもそれに先立ってですねまあいきなり利上げはしないにしても、えー、少しこうテーパリングちょっと若干うまく、あ 市場から購入する債券だとか、そして額減額する。 ううんでしょうかね判断基準は何なのかぐらいのことはにわす可能性があるんじゃないですかというふうにしてラジオで申し上げました、でなんでという話なんですが、FOMC の前の日は、今度はバイデン大統領ですね、施政方針演説をなさいます、おそらくでしょうけども、コロナ接種もうまくいっている、景気回復のところもうまくいっている、雇用もいいんだとこういうところで、おそらく高田方に懸念アピールをなされるんだと思うんですけども、それとの整合性を翌日に冷水かけるような形で、否定するともちょっと思えないんです ですけどもっていうような、まあ、かなり邪水邪殺が入っているところでございますけれども、そうなってくると、ドルに対するあぶれリスクがあるんじゃないでしょうかというような話をさせていただいたんですが、じゃあ、そうしたところで今、バイデン政権が非常に進めているのは何なのか、財政士観が伴うような、要はいろんなインフラ投資だとかいろんなものによって、債権価格下落して金利上昇していくんじゃないの、よかろうが悪か,悪かろうがとにかく金利上昇にてドル高だ、ドル買いだというような動きがあったんですが、それが今ちょっと収束してますよね。で昨日でございますけどもなんと 株式譲渡、キャピタルゲインのこれに課税するんだというような報道も出てまいりました、税制の動かし方でございますかね、まあ、そうしたところではなんとニューヨークダウンの方もびっくりして、昨日でございますけれども、ニューヨークダウンの下落がちょっと非常にいい。 見立つと、まあ、顕著でございましたね、でそのほか何か材料ないのかなというふうにして見ていたんですが、こうしたちょっと観測に近いような、まあ、これから事前走行、原稿とか出てくるんでしょうけどもね、でそのほかにちょっと何かないのかなというふうにして見ていたんですが、まずはこれがワシントン・ポスト、株価に対して、えー、バイデンさん、もうちょっとシビアに見た方がいいんじゃないのというような形で,で、誰がコメントしてるのかなというふうにしてみましたら、なんとトランプ大統領がシニカルにおっしゃっていた。もうこれちょっとベベタタキキ一面ですからベタキッチ ちょっとこんなのが気になりました。で、あとがニューヨーク・タイムズでございますけれども、こちらの一面というのはどちらかというと、やはりそうです、ね、これからまあアメリカはまあ大きく変わっていくだろう、変化はしていくだろうというところで、気候変動だとか、そうしたものに軸足を置いていくんじゃないのというような、いろいろな観測の記事が出ていたわけでございます。そうなりますと、ちょっとこう、なんとなくリスクは感じる、で、本日でございますけれども、東京20時になりますと、菅首相がですね、また、 会見なされると。で、4トップに対してですね、緊急事態宣言なされるよというところですよね。そうしたところのちょっとこう、い,いつになったら終わんだろうかと。気持ちが鬱屈しているような状況の中で、マーケットは冷蔵に、この間の経済的な損失は大体1兆か1兆5000億ぐらいの間じゃないかというような見方。まあ、決してプラスには見てないわけでございますけどね。そうしたところが、まあ少し日経金株価も圧迫しているのかなというところだと思いますが、現在が、 2万8980円2万9000円ちょっと割れているような状況でございますでドル円は、まあまあ、これはちょっと今日はですね週末前倒しのご当日で堅調性は期待していたんですがやはり108円台の半ばからの上値重さというのがドル円押し上げるような力に至っていないとういうところでございますさてでこれを踏まえてでございますの週末での欧米使用の焦点は何なのかえ今回の売買シナリオこちらでご案内させていただきたいと思います はい。えー、まずはドル円からでございますけども、まあ、108円台の半ばをなかなか突破しきていかないねというのが実際のところで、昨日でございますけどもね、トルコにおいてオスマントルコ時代の、えー、ジェノサイドというのを急にバイデン政権が、まあ、よほどトルコに対して色々思うところがあるんでしょうけども、そうしたところでトルコリラだとか、えー、大きく圧迫されましたけど、今日はトルコはなど今日ちょっと休日でございますのでね、えー、まあそうした動きがなかなかないわけですけども、そうなってくると、うん どうなんでしょうね、昨日の ECB というのも、まあ、これ、当然なのかもしれませんが、今更なのかもしれませんが、金融緩和のこれ継続は、これ、当然当たり前なんでしょう、PPP だったんですかね。 緊急購入、パンデミック緊急購入プログラムだから PPP ですよね。段階的縮小はまだまだ早いですよというようなことを、ラガルドさんがおっしゃっていたとなってくると、ユーロの動きにもちょっと変わってこない。で、キャピタルゲイン増税の提案というような、まあ、これ育児、育児だとか、幼児教育分野のところの歳出を、まあ、賄うんだというような見方があるようでございますこれが直接的にマーケットに出てきているというような状況ではないんですが、二次的、三次的に米債の金利が低下していますよね、という。 そうしたところが少しドル円も圧迫しているのかなそんなイメージで見ておりますでその他経済支障が指したるものがないとこういうところさてでこれでございますけれどもこれを踏まえて改めてドル円でございます 今回は様子見でもいいのかなというふうにして思うんですが、チャートの形状からどの程度まで加減試しになるのか、107円台の後半の堅調性が伺える中で、今回は様子見ないしは売りたい機とさせていただきました。107円の80銭から108円の丸5銭。25銭幅レンジしかちょっと勘案してないんですけどね。108円台になってきたら売りたい、そんなイメージでございます。108円の丸5で売って、107円の85銭で買い戻す。20銭幅狙いでリスクの方も20銭リスクということで、108円の20 いやいや、何を弱気に見てるんだとドル売りだろうというようなご指摘もあろうかとは思いますが108円の55銭になったらちょっとやはりこのチャートの形状から見る限りですと一旦ちょっと仕切り直しというところで損切りイメージは見ておりますその他ちょっとチャートの形状としてで、まあ、注目しておかなくちゃいけないのは、まあ、チャートの形状というか、まあ、チャートのポイントですね、日足の雲の上限107円の77銭。 えここを意識してやはり輸入企業内しは、機関投資家さん内しは、エフェクスの投資家さん。今日また、週間見通しでですね、エフェクスの投資家閣議の逆張りによってのドル買いの回避率上昇。これちょっとまたご覧になっていただけたら幸いでございますけれども、まあそうしたところでですね、かなり回い欲が強いです。ここの堅調性がまあ保てるのかどうか、そして冷やしの雲の上限の、まあ符合する参考指針になるところがどの程度まで意識されるのか。 二間官搾りんじゃのマイナス2シグマもこの辺の水準感取ってますので、ね、この辺のところがまあ大きなポイントとこういうふうにして睨んでいるところでございます。はい、えそして日経225指数でございます。日経均株価があ、まあ、先ほど申し上げた水準ほとんど変わっておりません。2万9000、もうほぼほぼの水準ですね。で、クリック株産のが2万9000、46円ぐらいでしょうかね。大体今日は40円ぐらいのプレミアムが乗っかってるぐらいのところでしょうか。で、前場においてでございますけども、2時時点ですかね。 全場でもそうなんですけどもね、2時時点の時でも33業種、7業種しか上昇していなかったで、今の時点で、今、2時50分ちょっと過ぎてる時間帯でございますけども、1、2、3、4、5、6、7、8、9、まあ、10業種までちょっと増えましたけどもね、えー、まあ基本的には昨日の反動というような形になるんでしょうかね、一番逆に上昇しているのが、空運だとか、鉄道関係。 ちょっと非常にシニカルなところですけどもね、そうしたところは逆にまあプラスになっているというところでございます。で、日経平均株価でございますけれども、改めて米国使用算出下落に伴ってというところなんですけどもね、ただしそうは言っても2万9000円台をなんとか 維持させているというとうころが今の足元、えー、まあそれほどネガティブに見る必要性もないんじゃないかなといってそんなに過度に強気も見ることもないんですが今更東京市場のところで何人かあまあこのし今回の。 新型コロナ感染の云々というもの以外の材料が何か出てきたかというとまあ菅首相がどの程度まで国民の皆さんのためにというような形で今日も20時ぐらいにおっしゃるんでしょうけどもそうなってくると日経22五指数単体での材料というのは今2万8900円台から2万9000円飛んで50円をなかなか抜けないそんなイメージで見ていますえまあ改めてでございますけどね米国の株式市場動向次第なのかなってそんなイメージえーそうしたところではクリック株365 現在、先ほど申し上げたとおりの水準感でほとんど変わっておりませんとこういうところで2万9000円今、飛んで40円ということで今回、こちらの方も様子見でもいいのかなというふうにして思うんですがこのチャート形状を見ますとですね三角持ちでもきれにどっちに跳ねていってもおかしくはないのかなそんなイメージちょっと伺えるところでございます。ということで様子見ないしは売り買い待機とさせていただきました。 2万8900円から2万9100円こちらもちょっとタイトですね2万8900円で買って2万9100円で売る2万8800円になったら損切るというのが A 案100円リスクの200円幅狙いというのが A 案でございます一方で B 案ですが2万9100円で売って2万8900円で売る200円幅狙いでこちらのはんちょっと200円幅狙いの200円リスクということで2万9300円とさせていただきました テクニティカル的なポイントというのはこの竹部のいらっしゃってましたけどもね29,200円水準からすっと下がってきてるところでしょうかね29,100円に向けてここを押し返していくことができるのかが上値焦点加減においては日足の雲の加減ないしは日足のブリンジャーのマイナス2シグマこの水準感が維持できるのかどうかというのがポイントとこういうふうにして睨んでの今回のシナリオの骨子とこういうところでございます。 はい、えー。ということで、現時刻でございますけれども、14時56分というところですね。あとちょっと3分ぐらいあるわけでございますけれども、なんとか2万9000円を維持させて終了することができるのかどうかというのが、今日の株式市場での大きなポイントになってくるのかなというふうにして思うんですが、えー、まあでもこの水準感からするとね、まあ節目の、まあいろんな ポジション調整だとか持ち高調整、非常に指針となりやすいところですので、ね、ここから今更大きく乖離しないというふうにして思っているんですけれども、やはり米国のバイデン政権の動きというものにおいて、米国株式市場にどのようなネガティブな材料になってくるのかどうか、まあ、先ほどいろんな各種報道、ちょっといろいろ見たんですけどね、えー、ヘッドラインニュースからの延長線上で、幼児だとかそうしたのところに対しての歳出を賄う以外のちょっと詳しいところが出ていないというところでございますので、これがまたつまびらかになってきて ときに米国株式市場の動向がどうなるのか、えー、そうしたところがポイントというふうにして見ておりますヘッドラインニュースはぜひ当社の取引画面内でまた各種報道あろうかと思いますけれどもそうしたところを意識していただいて週末リスクですねここを忘れないようにお取り組みいただければというふうにして思います以上4月の23日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました